はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回は今 US オープンとかでテレビで観戦をする機会があるかと思います。また YouTube とかでもですね、テニスの試合をですね映像で見る機会というのは増えているかと思うんですけれども、その中でどういうところを見ていくというのを紹介をしていきますね。テレビテニス観戦はここをチェックして自分のテニスに取り入れようというタイトルで紹介をしていきたいと思います。はい、ではプロの試合を見てですね自分の技術に取り入れるためのポイント、その1番目ですね。まず1人を注視してコートカバーを見てみようということです。これは、やはりそのテニスの観戦をテレビでする場合にどうしてもこうラリーの方が気になっちゃうんですね。そうすると自分でテニスを見てその自分の技術を高めるためにラリーを見てしまうとどうしてもその技術的なところっていうのはちょっと分かりづらくなってしまうんですね。なのでラリーを見るんではなくてまず一人、どちらか一人、まあ一番見やすいのは多分手前の人になるかと思うんですよね。自分の方のイメージで要は後ろ姿を見て自分のこう感じをイメージしやすいと思うので手前側の選手の動きというのを追ってみてください。で、その場合にやはりそのコートカバーですね、要は自分の動きとプロがどういうふうに動きが違うのかというところに注目していくと、そのカバーがどれぐらい速いのかとかどういう場面でどういうふうにポジションを取ってるとかっていうところが見えるようになってきますので、できるだけその自分がそこにいるイメージを持ちながらそのカバーをどれぐらいしていくとかどういう状況になったらどこまで戻るかというのをこう自分の中でトレースしていって見るということもやっていきましょう。はい、2つ目ですね。プロの戻りや打った後の予測の動きを見るということですね。これはさっきの、まあ、コートカバーという点と、まあ、ちょっと似てるんですけれども、自分が見てる方側のプレイヤーがボールを打った後にどういう予測をしてそこにいるかというのを見てみましょう。よくあるのはやはりそのカバーを見るというのも一つなんですけども、今度は手前のプロが打ったボールがどれぐらい相手に有効でその次にどういうふうな動きをしているかということですね。要はその動きがどういう予測のもとにそこに動いているかっていうのを見るということですね。先ほどはその打った後のカバーリングというのを見てるんですけれども、今回はその打ったでどれぐらい有効か、まあ、逆に言えばどういう球が劣勢になってしまってどういう守り方をしている予測なのかというところを確認をするということで、打った後の予測ですね、要はプロがどういう予測をしているかというところを注目して見てみてください。はい、3つ目ですね。自分のフィジカルを考えながらプレーを見るというところですね。これは自分の今のフィジカル、まあ、体力とかですね、そういう部分を実際のまあプロがやってるプレーに対してできるかできないかっていうのは正直あると思うんですね。そうするとそのプロのプレーを見て素直に真似ができる部分とこれは無理だろうっていう部分がどうしても出てくると思います。そうすると自分が見てる中で、まあ、自分のフィジカルですね、まあ、体力的なものをちょっと自分の中でその自分ごととして捉えてですね、どこまで自分の体力的にそれができるかというのをイメージしながらそのプレーを見るという視点が必要になってきます。なのでただ単にプロのプレーを真似るというのではなくて、自分が今現状の体力、身体的な能力としてそれをやる場合に参考になるかどうかということですね。そこをちょっと見ていくというのが必要になっていきます。はい、4つ目ですね。コースの配球を自分ごととして考えようということです。
これは、プロの選手がどういう配球をしているかというのをやはり見ることっていうのはすごく参考になると思うんですね。ただし自分事としてそれが打てるかどうか、まあ、今度は技術的なところですね。技術的なところで実際にその同じようなことを、まあ、少し、まあ、レベルが落ちたとしても同じような状況で、そのショットを選択できるかどうかというところを、イメージしながら見てあげるということが必要になってきます。そうすると実際にはこういう状況で自分だったら向こうに打つとか、プロはその切り返しのショットを打ったけど自分は反対にクロスにつないでいくようなショットを打つとかというふうに見てあげることによって、プロが参考にできる部分と自分事としてこういう場面では違うこういう選択をするということをイメージしてあげるということがすごく参考になるわけですね。それをもとにどんどんプレーを見ながらシミュレーションをしていくということがすごく重要になってきます。はい、5つ目ですね。スーパーショットはプロだからですね。これは当然そのプロとしてスーパーショットが随所に出てくると思います。これのプレーをですね真似するのはやはりちょっと危険ですね。実際その一般のプレイヤーがスーパーショットに習ってプレーをするという機会というのは、まあ僕が思う中ではそのまあスーパーショットをですね練習することはいいとは思うんですけれども、実際その試合で使うという場面というのはなかなかないと思うんですね。それとそのスーパーショットをどうしてもその時に打つとしようとするとやはりその崩れることの方が多くなりやすいので、できればそのスーパーショットは、まあ、プロレベルができるショットだということを意識してあげて、まあ、さっきも言ったようにこういうプレーでかわすとか切り返しもこういうような形で切り返せるかなっていうイメージを持ってショットを見てみてください。はい、6つ目ですね。ローアングルの映像でボールの軌道を確認しようということです。これはプロのプレーを映像で見ている中で大体は少しこう上の角度からコート全体を映すような映像が多いんですね。でそうするとどうしてもこう球の軌道の高さというのが分かりにくい。コースとかは上から撮った方が全体が見えるので分かりやすいんですけれども、どうしてもこう球の高さとか速さというのがちょっと分かりづらいということがありますので、たまにですねそういうローアングル自分の目線と同じような高さの映像っていうのがあると思いますけれども、そういう映像の時にどれぐらいの球の高さを出してボールを打ってるかというのを確認してもらいたいんですね。そうすると実際そのプロの試合でそこまでこうずっと低く打ってるってことがあまりないんですよ。だからそういう中でやはりその高さとかどういう時に低く打つとかどういう時に速く打つとかっていうところを見ていただいて、その実際の球の軌道のバリエーションですね、そういうところをしっかりと見て自分のプレーに取り入れられるように心がけるという視点がですね必要になってきますので、そこにちょっと着目をしてみてください。はい、7つ目ですね。サーブのコースを流れを意識して予測しようということです。これは実際その自分がリターンをする側で視点として見る中でプロが打ってるサービスのコースを予測をしてみてください。そうすると例えばその最初はわからないかもしれないんですけども、状況要は例えばサーティーオールの時の相手はどういうサービスのコースを打つかとか、確率的にどっちのコースを狙ってる方が多いとか、実際そのやっぱサービスのコースがしっかりと予測として合ってる合ってないによって返球率っていうのは変わってくるわけですね。で実際皆さんでもサービスのいい相手と対戦することが出てくると思うんですけれども、そういう時に反応だけでプレーをするというのはやはりちょっと難しいんですね。なのでまず予測を常にするという意識を持ってあげてみてください。そうすると例えば外れたとしてもその逆に反応する練習っていうのと、予測が当たった時により要は優位な状態からリターンをするということができるようになるわけですね。なのでそのどういう予測をするかという練習っていうことも含めて、実際にその相手のサービスを見て予測をするっていうことも
ありますし、リターン側のプロがどういう予測をもとに動いたかというところも見てみると、実際の自分の中の試合に取り入れられるようになっていきます。はい、じゃあまとめますけれども、まず1つ目、1人を注視してコートカバーを見るということです。2つ目、プロの戻りや打った後の予測の動きを見る。3つ目ですね、自分のフィジカルをイメージしながら考えて見るようにしましょう。4つ目、コースの配球を自分ごとで考えていきましょう。5つ目、スーパーショットはプロだからという目線で見てみましょう。はい、6つ目、ローアングルの映像でボールの軌道を確認しましょう。7つ目、サービスのコースを流れで予測をしてみましょう。このことをしっかりと一つ一つですね、心がけながらプロのプレーを見て、ぜひ試合をですね、ただ観戦というではなくて、自分の中で上達をするためにはという視点でプロの観戦を試してみてください。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいてます。高評価やコメントをいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルは一般テニスプレイヤーの方がテニス上達だけではなく、テニス情報で価値のある情報を発信していってます。見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。現在4万人の方にチャンネル登録をしていただいて見てもらっています。チャンネル登録をしてもらったら隣のベルマークを押していただくと最新の更新状況が通知されますので、ぜひチャンネル登録とベルマークを押してください。他にも様々な動画をアップしていますので、ぜひご覧ください。テニス上達のためのメールマガジンを発行していますので、こちらの登録もしていただけるとありがたいです。こちらは画面下の概要欄にメールマガジンの登録フォームの URL が記載されてますので、そちらをご覧ください。これからもテニスの様々な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。